どうも、ヤラマイクカンパニーもちもち大福です。ポチャマルです。うなぎパーイ、お願いします。お願いします。さあ、本日の動画は、はい、みんなの演習弁エピソードプロ。ほうほう、何、みんなの演習弁エピソード。今日の動画の内容を、はい、説明させていただきたいんですけども、はい、今回はですね、はい、僕がこの前、うん、演習弁レジェンドに遭遇クロっていう動画を、はい、我々ヤラマイクカンパニーの動画でアップさせていただいたんですけども、はい、その時に、うん、このクロについて、うん、皆様からヤラマイカクルーの皆様からも、うん、素敵なエピソードを、うん、たくさんもらっただよ、うん、コメントで。でそれがすごくほっこりして、うん、お茶丸としてもね、うん、ほっこりしたし、素敵だなって思える、エピソードがたくさんあったもんで、うん、それをそのままちょっと動画にさせていただきました。ああ、なるほど。そうそうそう、ラジオとかでいうハガキ紹介みたいな、うん、そう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 。で、全員のものを紹介できるわけではないので、はい、それは一部抜粋になってますので、はい、ご理解ご了承よろしくお願いいたします。お願いします。まつりだやいそうやいそうやいそう。まずこの演習弁で黒っていうのは、はい、隅っていう意味で、うん、お茶丸もこの前その演習弁レジェンドって僕は呼んでるんですけども、はい、演習弁をもうちっちゃい時からずっと長年使いこなしている方々のことをリスペクトの意味を込めて、うん、演習弁レジェンドっていう風に呼ばさせていただいてるんですけども、はい、その演習弁レジェンドのおばあちゃんに僕が遭遇して黒の、うんうん、エピソード、僕の自分のエピソードをお話ししただよね。はい。それについては、うん、ぜひ、この前の動画を見てください。うん、はい。で、今日は、その皆様の、やらめが来るの皆様の苦労のエピソードをご紹介したいなと思います。はい。じゃあ、皆様の演習弁エピソードですね。はい。こちら携帯の方で、はい、見ながらですけども、ご紹介したいなと思います。はい。ひまりんごさん。はい。我が家のじいじもレジェンドだや。はい。娘の友達が、うん、銀チャリで来た時に、うん、銀のチャリだよね、銀のチャリで来た時にじいじが、うん、駐車場のところで、うん、黒置いときなって言ったら、うん、娘たちがじいじこれ銀だにかわいい、うん、どう見ても黒じゃないらって娘たちが言ってたと。かわいいエピソード、うん、これってなんかそのお孫さんとじいじとのこのね、違いで、じいじはね、隅っこの方に置いときなよって言ってるだけど、お孫さんの方は、うん、じいじ何言ってるよって、うん、銀じゃんっていうさ黒がだから色の変化をしててっていう、素敵、ほっこり、そう、すごい素敵だなと思って。ほっこりですな。えのさんですね。はい。えのさんは、うん、おじいちゃんやおばあちゃんがよく使ってた、うん、そんな黒にいんとこっち来いって言ってたって言って、ほう、だで隅っこの方にいないでこっち来なっていう、うん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 、なんかその温かみというか、うん、優しさ、うん、ご家族の愛みたいな形で、うんうん、でよく使ってたにっていう風に言ってくださってて、うんうん、マサさんもね、はい、おばあちゃんが岩田の演習弁レジェンドだったと。ほう。おばあちゃんが、うん、で洗濯物、うん、そこの黒に寄せといたにってよく使ってましたっていう風に言ってくれてて、うん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 、だってやっぱこのおじいちゃんとかおばあちゃんがその黒を使ってるっていう話結構いっぱいもらってさ、うんうん、だからそれすごいほっこりするなと思ってたよね、うんうんうん、あったかい話だなと思いました。続いて、はい、黒川ポチさん、はい、黒川ポチさん の、うん、家で起きたことらしいだけど、はい、ポチさんの、はい、祖母とひ孫が、はい、ジェンガで遊んでただよ。ほう。もうこっから演習弁が来てるだけど、うん、遊んでただよ、うん、でバーバが、うん、そっちの黒を取ると変わるにっていう風に言ってくれてて、ひ孫は、うん、黒色のものもないし、うん、カールって何って言って、うんうんうん、私は一人で大爆笑、うん、ひ孫さんのもうカールカールカールこれ、だってもう大福も今何のこっちゃってなってると思うんだけど、いやもう俺の頭の中にはお菓子が浮かんでるお菓子のカールだな。おうおう。で、これはまあポチさんも説明してくださってるだけど、はい、隅っこ取ると倒れるっていう意味だもんで、へえ、だってジェンガでその演習弁で、うん、おばあちゃんがひ孫に向けてその話をしてるもんで、うん、もうひ孫はもうポカーンってなってて、うん、お菓子の方浮かんじゃってるかもしれんけど
ジェンガをやっててそういうのがさ出るっていうのも面白いなと思って。まずそのひ孫さんとさ、うん、ジェンガをやってる状況が素敵じゃない、うん、まずさバカ素敵。そう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 。レッドヘッドさんね、はい、学生時代のお話らしいんですけど、学生時代に、うん、レッドヘッドさんが、うん、この黒の黒のクロックス誰のえで周りのみんながもうハテナがボン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 ってなったみたいな。何この黒の黒のクロックス誰の早口言葉、早口言葉、演習弁早口言葉みたいになりそうだけど、どれがどれだ、この隅の黒のクロックス誰のっていう聞き方をしてるんだけど、はー、なるほどね、黒の黒のクロックスこれ面白い、黒の黒のクロックスへえ。ね、だから隅にある、うん、その隅っちょの方に、隅っこの方にあるこの黒いクロックスを誰のって聞きたかっただけど、黒がもう3つも並んじゃってるもんで、すごいね、面白い、うん、で逆にね、あのダモンで学生時代からレッドヘッドさんは使いこなせてるもんで、うん、すごいよね。それを周りの同級生たちは何のこっちゃってなっちゃってっていう風に言ってたもんでね、うん、クロミちゃんとかのクロックスだったらもっと増えちゃうねもしね、この黒の黒のクロミちゃんのクロックスとか言ったらもうはってなるもんね。は黒田くんとかでもいいけど黒田くん、それはもう人分かってるはい、そういう感じでね、はい、あの黒 の, あの素敵なエピソード、うん、あの演習弁エピソードをご紹介させていただきました、はい、であの他にもね、この日の動画には結構いろんなコメントが来てて、うん、あの例えばこの黒っていうのなんだけど、はい、これがあの2名ぐらいいらっしゃったんですけど、うん、あの岐阜県の方でも使ってますと教えてくださっただよ。だって、ほう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 、岐阜の方で同じ使い方をしてるんだっていうのが、うん、なんかちょっとびっくりしたし、ほう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 、なんか面白い、岐阜って続いてたもんで、あ、岐阜でも使ってるんだって。面白い、うん、そう。であの稲佐の方からも、はい、あのコメントが来てて、はい、あの浜松市の北区の方のね、はい、その稲佐では、うん、黒をグロっていう風に濁点がつきますよって言って、あ、そうなんだっていう風に思って、その道の隅っこで道グロとかっていう言い方はするって、うんうんうん、俺もな聞いたことあるだけど、うんうんうん、そう、あの単体でもグロっていうにって言って、へーって思ってたら、愛知県でもグロって言いますっていうコメントが来てたりする。でも岐阜のコメントくださった方は多分黒で言ってるニュアンスだもんで、うーん、なんかその同じ似たようなあの近い地域でも、浜松市の地域でも黒とグロっていうところもあるんだなって思ったりとか、愛知ではグロとかっていうのが、うん、なんかやっぱもう東海4県で近いもんで繋がってるなとも思うんだけど、なるほどね、そう、面白いなと思ったんだよね。はい、ということで今日はですね、はい、あのやらまいかクルーの皆さんの素敵な演習弁エピソード、はい、黒の紹介をさせていただきました。はい、いっぱいあったらいや黒の黒はちょっと面白かったな。これはすごかったね。うん、ちょっともうこのまんま何かのタイトルにしたいもんね。何個いけるかね、やってみたいねやらまいかカンパニーで考えてみる黒でどこまで黒をつなげていけれるかみたいな。いね、はい、ということで、はい、またね、あのやらまいかクルーの皆様 の、はい、あの素敵な演習弁エピソードのお話もあのご紹介させていただくかもしれないので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでこれからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。